はいどうもこんにちはえっ、ー、といつもはあの DIY とか草刈りとかやってるこのチャンネルなんですけどえっ、ー、と今日はこの草刈り機のエンジンについて話してみたいと思いますチャンバーをつけましたのでこのチャンバーについてですねエンジンというか特にチャンバーについて話してみたいと思います、えー、このプラグ先日外してみたんですよでプラグを外してみたところ、えー、あのプラグの焼け方が 均等じゃなかったんですよ半分半分、うん、よく焼けて半分、うん、ちょっと黒かったっていうか思ったより黒かったっていう感じでした。でねあのプラグを、うん、締め付けた状態ね締め付けた状態まあ 電極がこうなってんですけどたまたまですねこのネジ山の関係でたまたま片側が排気ポートを向いてましたで片側はあその反対ね向いててでこの電極の半々焼けてたわけですようで、えー、そのプラグを締め込んでみたところやはりやはりっていうか でこっちの、うん、吸入側ね吸入側は黒かったということが分かったわけです。それでこれはどういうことかっていったらやっぱチャンバーの効果なんだと思うんですけどこう排気、えー、吸入してこの排気ね、えー、燃え残りの混合器が。 も戻ってきたからきっと薄かったんじゃないかな吸気側に比べてねそあの早期ポート側に比べて薄かったんじゃないかなっていうことですよ。でもっと絞れるんじゃないかなと思うんですけどたまたまこのキャブレーターはあの調整できないやつなんでね今調整できるやつを取り寄せ中なんでちょっと。 今のところはできませんそれであとねピストンの状態なんていうのも見てみましたで黒くなってんですよこれなんかもあのホームセンターに売ってる正常剤入りのね混合ガソリンあれを入れればきれいになるかとかそういうのも試してみたかったんでちょっとそれもあの撮影してみましたあのカメラをねこの中に入れて。 撮影ししてみましたそれでちょっと話は戻るんですけどこの廃棄、えー、排気のね状態っていうのをねあの自分は実は体感したことがあってこれね40年ぐらい40年近く前のことなんですけどつくばサーキットっていうのがうちの近所にあって。 そこを僕はあーレースは出たことないですけどねちょっと走ってたことがあるんですよレース出たいなと思ってであの来てて走ってましたで、その当時ねバトル・オブ・シングルっていうまあこれ公式レースかどうか分かんないんですけどそういうカテゴリーのレースがあってそれには SR400 とか500とかそういうオートバイが走ってたんです 出れたんですよで。練習走行の時もその SR400 だか500だか 400cc500cc シングル短気筒のエンジンが走ってたんですよ。でその当時のバイクであのカウリングがついてなかったんで上体を起こしたまま例えば、まあ、コーナーの立ち上がりとかそういうとこですよねそういうとこで体を起こしたままあ その S. R. 四百五百の後ろを走っていると、体に。あの。排気ガスの衝撃波が当たるんですよ。それが最初はなんだか分からなかったんです。ちょっと痛いんです。パン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 とね。なんか痛いんですよ。体が痛い。かあのカーツ内に来てるのに。この。肩とか胸のあたりを。ランダムに叩かれるんですよ。で。これね。 あのまあ例えるならば、最初その排気ガスっていうのわかんなくて、排気ガスの仕業っていうのはわかんなくてまるでね。川つなぎの上からムチで叩かれてるような感じでした。で、それであの一応誤解がないように言ってきますけど、僕はあの川つなぎの上からムチで叩かれたことはありません。ただなんとなくイメージです。パチンパチンと。 ちょっと痛い感じがあるんですカーツナギの上からにもかかわらずね腕、肩とかねそういうパッドが入っているところではおそらく感じないとこの胸のあたりで,でそのパンパンとう音,音衝撃波だと思うんですよねあれがねうそれが感じたと。で えしばらくそれ何だか分かんなかったんですけど誰か友達かなんか一緒に行った友達かなんかに聞いたら「あやっぱ俺もだよ」って「あれあの SR400 だか500の排気管から出た何かがここに当たってるんだよ」っていうことになったんですよ。どうやらそれ間違いないと思うんですけどでこれは2ストロークですで。SR400 とか500っていうのは フォーストロークです。そういう違いはありますけど、排気ガスはスッと流れるんじゃなくて、出る時におそらく衝撃波を発してると思うんですよ。衝撃波を出してる。あるいはマフラーの中で衝撃波が生じてるんですよ。で、このチャンバーもね。あのー、その衝撃波、このガスを。 未燃焼ガスをこの中でグッと押し戻すんじゃなくて衝撃波でパンと叩くんですよ叩いて戻してるんじゃないかなとはたいてるイメージとしてはそういう感じじゃないかと思うんですよ。それでそのはた、うん、くタイミングとか強さはこのチャンバーの形とか溶石とか特にここの絞り込まれ方ですね。 だからイメージとしてはあれですよここにまあそのつくばサーキットの時も僕最初は自分のガソリンタンクの上に体長20センチぐらいの西岡澄子まあその当時西岡澄子いなかったかもしれませんよまあそういうキャラじゃなかったです少なくとも。ね西岡澄子が無知でこの辺をちっちゃい西岡澄子がね ムチで僕の胸をはたいているようなイメージがありました。パン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 と叩かれ続けているイメージがありましたけど、このチャンバーの中で、もっと小さい西岡澄子、SM プレイヤーがーパン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 とムチを振るってるんですよ。それで、そのムチていうのは、こっちへ向けて、排気ポートの方へ向けてはたいてるんじゃないんですよ。ただ、この真ん中の太くなっている部分で、 まあ、縦横無尽にっていうかねあくまでイメージですよパン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 ともうこのうん膨張室の中を叩きまくってるんですよただそれは、えー、エンジンの回転ね1分間に6,000回転であったり1万回転であったりその速さでパン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 と叩いてんです。でそのうん衝撃波がだから向きは ランダムにはた,いているとただこの形によって衝撃波が全部この排気ポートの方へ向かってこの絞り込まれによって、えー、テーパーの部分ですねこの部分によって、えー、増幅されているとうーそういうイメージじゃないかなと思うんです。うん、結果としてね、あのー、これ、えーまあ、元々は えー、触媒がついてたんですよこういうのがついてました。でこれは未燃焼ガスを吹き,吹き抜けた未燃焼ガスをただここの触媒でもう一度燃やしているだけです。でこれをもったいないですよね捨てちゃってるわけですよ。だけどこれをもう一回その無知の力でね衝撃波の力で。 あーすごい力ですよあのうん自分は体験してますけどそれがすごい力ですけどこのーサーキットのような広い状態じゃなくてこの閉鎖した状態で増幅されてると増幅された力で押し戻すとでミネ、えー未燃焼ガスを再燃焼させるとでその力もエネルギーに変わると。 で結果として、これ 500cc のメスシュインダーですけどね、440ml、4 4 0トルのガソリンで2時間ちょっと超えました。2時間は作業できるんですよ。440ml のガソリンで2時間ですよ。これプリウスだったら 60km で走ってたら15分ぐらいしか走りませんよ。プリウスでも、このガソリンではね。 2000cc のガソリンエンジン車なんていうのはアイドリングでさえ1時間で1リットル以上ですねもっとかなすごいガソリン食うんですよ。アイドリングですよだけどこのエンジンは、まあ、チャンバーもつけましたけどねチャンバーをつけることによって 440cc のガソリンで2時間 2時間あのー、仕事ができると。でちなみにその時の炭酸ガス排出量は1キログラムぐらいです。で1キログラムっていうのは本当少ないんですよ。というのは人間ですらあのー、1日1キログラムの炭酸ガスを出してます。でこうやってても1日平均して4 0ムぐらいの炭酸ガスを出しているわけです。だからこれが うーん人のね、えーまあ、20倍ぐらい働きますよだから2時,間走2時間運転したら20倍ぐらい働きますだから20人出来なんですよ20人の作業員があ草刈り作業手,手作業ですね下に比べてこれの方が炭酸ガス抑えられるわけですそういう結果が出たなと思います えー、これはねなんか今まで何十年、あのーまあ、好きでやってきたことですよ好きでバイクに乗ったりね、まあ、今だから時効だと思うんで言うんですけどまあそういうことをやって <laughs> まあこの草刈り機のためにそういう経験を積んだんじゃなくて。 たまたまこれにつながってしまったような気がします。あはい、まあ、まあ、止まらないですけどね。はい。以上です。